こんにちは、加藤です。今日は雨が降っててちょっと外に出られないのでアトリエからお送りしようと思います。昨日の夜地震があったんですけれども、アトリエの方は大丈夫でした。一番危なかったのがこのなぜか天井に吊るしているカヌーの骨格なんですけど、これがだいぶ揺れてちょっと危険な感じしたんですけれども、落っこってくることはなかったです。モチーフに使ってるワイングラス、これがねぶつかってカチャカチャと音を立てたくらいで、何か落ちてくるとかね割れるっていうことはなかったです。一応平穏無事に過ごすことができました。っていうか、まあ昨日の夕方夜11時過ぎくらいまでアトリエでちょっと編集してたので、そんな感じでした。はい、一応まあいつも通りの感じなんですけれども、今日はここから早速行ってみたいと思います。はい、というわけで今日のお題は美術館の歩き方、このテーマで行ってみようと思います。はい、皆さんは一体どんな感じで美術鑑賞されてますでしょうか。結構多いと思われるのが、作品ごとにこう解説文とか、作者とか年代とかいろいろこうキャプションって言われる、まあ、札が貼ってあったり解説が貼ってあったりしますけれども、一点ずつ順番にですね、順路に沿って、そして前の人の歩くスピードに合わせて、まあ、ゆっくりと、まあ、特に人気のある展覧会なんかだとなかなか前進めなかったりしますけれども、それを順番にこう一点ずつ鑑賞していくことがほとんどじゃないかなと想像しています。結構規模の大きな展覧会だと入ってから出るまでに相当な時間費やすことになるわけですけれども、中には1日に2つくらい展覧会掛け持ちで見るなんていう強者もいまして、そうするともう結構ね終わる頃には足がヘトヘトになっていたりするんですね。でお家に帰ってみて今日見た展覧会で印象に残った作品って何かなってこう考えてみても、特にこう記憶に残ってる作品がないみたいな、そんなことがあったりします。でですね、生徒さんからも、美術館というのはどんな風に、おすすめのありますかとか、どんな風に回ったらいいんですかっていう質問を受けたりするので、そういった時に、私が生徒さんに答えている美術館の回り方というか、歩き方ですね、についてお話ししていきます。私はこんな提案をしています。美術館入り口入ったら、できるだけ何も見ないようにして、出口を目指しましょう。入ったら出口に向けて一直線にもう駆け抜けるように、なるべく周りを見ないようにして出口を目指してくださいという話をします。と皆さんこうギョッとかえとか言うんですよね。なんでそんな出口を目指すんだろうって思うと思うんですが、私の考える美術鑑賞っていうのはですね、見ないようにして、まあ前を作品の前を通り過ぎていくわけですけれども、入り口からこうずーっと通って出口へ向かってですね、見ないようにして出口へ向かうんですけれども、やっぱりこう気になる作品っていうのが途中にこうあったりするんですよね。途中にで、その展覧会がこう規模が大きかったりすると、相当な作品点数、数の作品がずらっと並んでいて、人がこうあちこちにこう人だかりがいっぱいできているわけですけれども、できる限り脇目も振らずというかね、見ないようにして出口を目指す。にもかかわらず、なんか気になる作品っていうのがその出口まで行った時に、あの作品もう一回ちょっと見てみたいなと思える作品が、まあ、1点もしくは2点そんなに多くないことがほとんどだと思うんですけれども、あったらその作品のところにまたでこう入り口がこうあってですね、こう出口があって、まあ、こう通路こういろいろこうあってこう行くわけですけれども、こんな風にして出口へ向かう、まあ、途中にですね、なんかこう1点あいい作品が2点くらいあったりしたら、こういきなりこう出口まで向かって、ここのもう、まあ、出ちゃっちゃダメなんですけれども、まあ、出る直前で立ち戻ってですね、あこの作品とこの作品もう一回だけちょっと見てみたいな、
と思ったらそこまでこう戻ります。その作品を目がけてですね、戻ってその作品だけ鑑賞します。自分が見ないようにこう影響されないようにって思って、なるべく出口を目指してこう脇目も振らず駆け抜けるようにしてこう通り過ぎたにもかかわらず、気になる作品っていうのが中にはあるんですね。で、私はその時のその自分にとって、その人にとってやっぱりこう気になる作品って、時代によって、時代っていうのは例えば15歳の時と20歳の時と30歳の時とで、昨日何があったとかっていう、その人のコンディションって日々変わっていくと思うんですね。で、その美術館に来たその時の自分にとってピンとくる作品っていうのが、その脇目も振らず出口目指したにもかかわらずこうアピールしてくるのがね、あったりするんですよね。なんか気になる、なんかもう一回見てみたくなる、立ち止まって見てみたくなるっていうのが、まあ1点とか2点もしあったらそこに戻ってその作品だけ鑑賞してみるのをお勧めします。逆に言うと、その日っていうかその時にその自分にとってピンとこなかった作品がまあずらーっと並んでるわけですよ。始まりから終わりまでもう何十展覧会によっては何十どころじゃないのかな、まあ、いっぱい名画が並んでいる展覧会だったりするわけですけれども、その日のその時の自分にとってまだピンとこない作品っていうのは、まあ、見なくていいんじゃないかなと。その代わりその日の自分にとってすごく大切な、気になってしょうがないっていう作品が1点でもあったら、その作品をじっくりと5分、10分、20分時間をかけて、なんで自分はここで立ち止まったんだろう、なんでこの作品が気になったんだろうっていうことを、この作品の前でじっくりと考える時間というかね、取ったらいいんではないでしょうか。で、この時にですね、やっぱり人が多くてごちゃごちゃしてると、なかなかこの出口から逆行するのも大変ですし、まあ、鑑賞するのが難しくなると思うんですね。なので、私は美術館は開館時間ありますよね。朝始まる時間のちょっと前に行って、朝一番目で入館するのをお勧めしています。まあ、ほぼ絶対条件ですね。朝一番。で、朝一番で入ると、だいたい混み始めるまでの朝の30分くらいは、比較的落ち着いて鑑賞ができる時間が取れることが多いです。なので、開館時間ちょっと前に行って、朝一番で、まあ一番で入って、混み始めるまでの30分間に、自分が、まあ、一気にこう出口まで行ってですね、行って、それでも気になる作品っていうのを見つけたら、その作品と、まあ、約30分、長ければ1時間くらいも入れるんですかね。じっくりと作品と対話できるんじゃないかなと考えています。結構ね、このせっかく高い入場料、入館料を払って見に行くから、せっかく展示されている作品全部見ないともったいない、損じゃないかとか、せっかく名画が来ているのにそれを見なくちゃとかっていう気持ちはわからないではないんですけれども、問題はその時の自分にその見て感じる感性があるかどうかだと思うんですね。その時の自分に合っているかどうかっていうことです。なので、例えば18歳の時に見た展覧会である作品、まあ名画が来ていた。あの時は何も感じなかったけれども、30歳になってまた同じ作品が来ていた。で、見に行ったら、今回は、すごく感動したと。あの時見ているはずなんだけれども、その時は何とも思わなかった。ということが往々にしてあると思います。その時の自分、というのにぴったり合ってる作品、まあ、うまくタイミングがあって作品っていうのは出会いだと思うんですけど、そのタイミングがあって作品と対峙できるっていうのがやっぱ一番幸せで、そうでない時に、優れた作品と出会ったとしても、見る側、自分のサイドにそのセンサーがまだ備わってなかったり、タイミングが合わなかったりすると、結構何も感じられなかったりすることが多いです。で、そういったところに時間をかけて、学習しようとしても、頑張って勉強しようとしても、制作する側、作者としての、まあ、鑑賞ですね。自分が絵を描いていく上で、自分の感性を、
磨いていきたいって考えている、そのこれからね絵を描いていく方にとって、やっぱり、ね、いい作品に、自分にとって大事な作品に、心動かされる作品にちゃんと会って、出会ってですね、で心動かされてほしいなと思うときに、その他大勢のその時の自分にとっては必要のない作品でに惑わされて、ただ疲れるだけっていうのはもったいない気がするんですね。なので、ここでは私は美術館の歩き方、入り口入ったが最後、出口まで一直線に駆け抜けましょう。それでも気になる作品が一点でもあったら、そこへ戻ってその作品だけを見ましょう、っていうのを提案します。逆に言うとね、これ一点もない場合って結構あるんですよ。だーっと回って一点も気になる作品がなかったっていう時は、その美術館はもう通り過ぎて、次の美術館行った方がいいと思います。結構ね、この自分の感性をこう磨く、鍛えるっていうのに、いろんな美術館とかダメ元でいろんな展覧会見に行った方がいいと思うんですね。その時の自分がこう感じられる作品に出会うことが重要で、そうでない、まあその他大勢の作品をやっぱりこういっぱい通り過ぎた上で、まあ何十点何百点何千点に一点かわからないですけれども、自分の心を動かす作品に一点でも出会えたらラッキーだと思います。今日は、結構強引な話なんですけれども、美術館の歩き方、私はこう考えます。これまでね、一個一個しっかり見て足くたくたになって何も印象に残ってなかったなんていう方は参考にしてみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。